皆さんこんにちは、ターポンです。今回はテロハントモード、テロハントクラシック撮らさせていただきたいと思います。ステージは領事館。で、今回使う陛下はブリッツ。なんといってもこの子の特徴はですね、このフラッシュシールドと言われるシールドに搭載されたフラッシュ、一時的にね、まあ、フラッシュ版と同じ効力を発揮できるので、それをうまく使いながら戦っていこうかなと思います。まあ、シーズン3が始まってきたので、ちょっといろんなね、キャラクターを使いつつ練習しようかなっていうのが、今回のテロハントモード目的でございます。でね、ハンドガンしか使えないので、敵をどう排除していくか、なおかつ、ボマーをどう対処するかがすごく大事になってくるかなと思います。ボマーもね、ヘッドショット打ち込めばね、倒せるとは思うんですが、なかなかね、火力がないもんですから。割りましょう。OK。ヘッドショットで倒していこう。OK。で、ラベリング中だとね、盾使えないので、盾を持ってる意味がなくなってしまうんでね。2階を割りつつ、下もから行きましょう。ドローン。こいそうなんだよね。OK。さあ、ブリッジングチャージをセット。3、2、1、ドカン。オッケー。ヘッドショットで倒していこう。で、ボマーが来たらどうするかをちょっと今考えてて。いるね。もう一人いたな。ボマーどうしようかね。来た、ボマー誰？オッケー。俺の指切りの速さでハンドガンがフルオートマシンガンに可愛がりだぜ。っていうのは嘘ですけどね。もう一人いるね。来そうだな。下がりましょう。からね、ボマーのね、シュシュしてる音が聞こえるんでね。来るね。リロードしておきましょう。来る。上から来てる。来るか？すごい近いんだけど。来るね。来る。上行っちゃったね。別のとこから行きましょう。この横から割ればいけるかもしれないですね。いて。 OK。 ちょっと被弾したな。来るか。来そうだね。終わろっか。よいしょ。さあ、残る敵は15人。いるな。反対側から入ろう。ちょっとボマーをね、もう一人排除したいんでね。ドローンはもう一発投げましょう。
多分2階にいると思うんだよね。いない？3階にいるみたいだね。いっぱいいるね。3人か。ボマーどこだ？これ有刺鉄線だからあんまいけないね。ああ、セレも置いてありますね。どっから行こうか。この上から行こうか。ボマーに出くわしたら最悪なんだけどな。ちょっと屋上まで出て、この上から狙えるかな？いるな。お前行く。いていていて。どこだ？あれか。オッケー。さあ、この辺敵いるんじゃないの？下がりましょう。さあ行きますよ。フラッシュ。オッケー。まあとまあね、こんな感じでこのフラッシュシールドを使いながらね、戦っていきましょう。いて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 。リロード、リロードして、弾がない。危ない。弾撃ってる最中はね、盾使えないんで危ない。さああと8人、弾を補充したいですね。弾薬ないかな。来るね。フラッシュ使おうか。オッケー。弾薬があったけど、よし、補充しましょう。いやー、ここまではいい流れでいきますね。さあ、あと27人、27人じゃない、7人だよ。なんで27人っつったんだ。さああと7人どこだ。来るな。こっちから行こうか。いると思うんだよね、ここ。ああ。オッケー。さあ、あと6人。侵入しましょう。これね、ブリッツとか、盾持ちがね、マルチで来るとね、かなり大変ですからね。まあ、ニトロセルで排除するのが一番早いんですけど、
やっぱりね、手持ちは強いですよ。 OK。 さああと5人、ゆっくり仕留めに行きましょう。よっよっよっ、左を警戒しつつ、下手くそか俺は下手くそだったな、ね、上がってくるかな。あと4人、ゆっくり行きましょう。フラッシュ使いながらね、行きたいところですね。オッケー。さあ、上に上がりまして。さあ、あと3人。上がってくるかな。発射するね。フラッシュ使って1人倒したいね。さあ体力も20何しかないので、あぶね、見えない、やばい、これはまずい。オッケー、危なかったっすねー。まあ、最後はね、1人目をフラッシュでうまくやって、ハンドガンヘッドショットで倒した後、もう1人倒したという、いや、なかなか慣れない盾での、戦いだったんですけども、今回もテロハントモード、テロハントクラシッククリアすることができました。次回もシーズン3、ね、まで練習できるように頑張っていきたいと思います。というわけで、ほんじゃまたね。